今日は中目黒にやってきました。中目黒は目黒区にある駅です。目黒区は渋谷区の隣にあって割と栄えている町です。若者が多く住んでいますね。見てください、タワーマンションです。日本人はタワマンって言います。タワマンあるわ、タワマンだ、そんな風に、言ったりしますね。噂によると芸能人や、著名な方が住んでいるそうです。駅も近いですし、このように大きな道路があるのでタクシーもたくさん通ってるんですね。バスもいっぱいあるので便利な街です。着きました。ここはどこでしょう。学校ではないんです。歴史資料館ですね。おお、これは何だろう。開けてみよう。あ、ラジオとレコードプレイヤーですね。実際に家で使われていたものみたいです。昔の台所の道具ですね。釜でご飯を炊いて、おひつに入れる。おひつ入れにおひつを入れる。さあ、これは何でしょう。釜です。ここに服を入れて、これで服のシワを伸ばして、裁縫道具をここにしまいます。餅つきの道具もありました。お腹減りましたね。いやー、無料でいろいろ楽しめちゃいました。自転車に乗ってスーパーに行きましょう。お腹が減っているので急いで自転車を漕いでいます。日本語では自転車を漕ぐと言います。見えました、あれがスーパーです。ライフというスーパーです。あ、夕日が眩しい。スーパーに入ります。まずはカゴを取ります。赤いカゴです。早速デコポンを見つけました。みかんの仲間です。何を食べようかな。納豆がたくさんあるな。いや、でも納豆じゃない。昆布を買います。スーパーって何を買うか迷ってしまいますよね。今回は目黒区で日本語散歩をしました。次回もお楽しみに。